カザトです。ムンです。新しいティザームービーが公開になりまして、はい。ガチ考察会、今日パート4。4になりますね。はい。を撮っていこうかなと思っております。はい。本日は12月の29日ですか。すいません、もう年末暮れも押し迫ってるということで、カザト君酔っ払っております。はい。はい。酔っ払った状態で、熱く語っていきますんで、はい。途中ちょっとしどろもどろになるかもしれませんが、ちょっと今回からこのデカホワイトボードを活用してですね、お話ししていこうかなと思うんですけども、はい。まずはじめに、いきなりこの刀から出てきましたね。はい。で、なんか、すげえイケメン出てきたなと思ったら、なんとこれが土方歳三だという。はい。ねえ、ちょっとびっくりしましたね。そうですね。うん。あ、コナン調になるとこうなるんだっていう、うん。回想シーン的な、映像になるんだと思いますけども。はい。まあ、まず、なんて言うんでしょうか。皆さんがね、ツイッターとか、ツイッターって言わねえのか、X か。X ですね。キャーって言ってたんだけど。はい。津田健次郎がやってますよ。津田健次郎さん、ね。いやもうね、津田さんの使い方うまいね。あ、ここで持ってくるか。まあ、いつかはコナンに出てくるだろうなって思ってたんだけど。はい、大人気声優さんですかね。うん。まあ、土方歳三やるってことは、その本編にがっつり絡んでこないじゃないですか。はい。回想シーンでしか出てこないわけじゃないですか。はい。そこでやっぱ使ってくるっていうね、このキャスティングのうまさね。うん。これいいね。で、なんと、どうやらこの土方歳三はこの刀を持ってたと。はい。うん。だから過去に存在してた剣なわけだ、これ。はい。うん、これが一個分かりましたね。このぐさっと刺すシーンが出てきてですね。はい、これあ、犯人がこれ持ってんだ、みたいな話僕したんですけど、はい、犯人ではなかったですね、このシーンはね。うん、この過去の、なんていうんですか、打ち入り、はい、のシーンの、ワンシーンだったと。はい。いうことが分かりました。だから、なんでしょう、その、今回キッドが狙う刀の、その先にもう一個宝があるよ、みたいな、話だったじゃないですか。うん、はい。それが、もしかしたらこの刀かもしんないよね。なるほど。うん、そうなってくるとね、なんか。今この段階で1本しかないですから。うん、そうだね。怪盗キッドが狙ってたのは2本。2本あったね。っていう風な形になったので。うん、刀の鍔もね、この形じゃない。うん、刀でしたね、はい。うん。だからどういう使われ方をするのかわからないんですけど、はい、まあ、この過去のシーンから始まると。うん、あ、ちょっとごめんなさい。飲むなぁ。会話の途中で飲むなぁ。まあまあ。次行きましょう。はい。で、次のシーンですね。続きまして。うん。はい。キッドの予告状がっていうシーンにこう映るんですけども、このシーン切り替わったらもうキッドは刀を持っているというね。はい。ただ持ってるのは一本なんですよ。はい。うん。一本だけ盗んでねえね。そうですね。うん。で、多分二本目、でもさ、俺これ思ったんですけど。予告状の方には、あ、ごめんなさいね。はい、予告状の方には一応、土方歳三じゃないんですよね、名前が。そうなんですね。東久保というんですか、うん、東久保、英雄というんですかね、うん、脇差し2本、うん、頂戴に参上する、うん、でもこの時点では1本そうなんですよ。2本頂戴するって言っておきながら、はい、1本しか持ってないんですよ。でね、この後でその今回のお宝になるであろうその2本の刀が映るんですよ、うん、でその映った刀とこのキッドが持ってる刀が違うんですよ。これは登場シーンになるんですかね。キッドが登場してるシーンになるのか、うん、いわゆるそのもう撮った後になるんですか。でも撮った後だと2本はおかしい、うん、1本ですからね。うん、1本なんですよこれ。ということは登場シーンになるってことですね。ああ、なるほどね、はい、盗もうとしたけど、うん、一旦引いてるパターン。ああ、そういうこと。2本目をってこと。はい。どうなんだろうね。まあちょっとここのシーン、この4枚だけでも、僕ちょっといろいろ思うことがありまして、はい、風戸くん予想ね、断片的なんですけど、まず、ちょっとこのシーンに関してはなんで1本なのか僕わかりません。はい。で、しかももう1本の方は平次が持ってるんですよ。うん、で、その、キーンつってね、はいはいはい、戦うシーンが入るじゃないですか。ありました、うん。ちょっとそのシーンに関してはちょっとわからないんですけど、こっちのシーン、この、はい、予告状のシーン。はい。これなんですけど、うん、僕の予想ね、これ多分キッドが出した予告状じゃないと思うんですよ。ほう、うん、俺の予想は。はいはい。
これ多分今回の黒幕なり犯人なりがキットを装って出したんじゃないかな。うん。うん。っていう、なんかこう、フェイクキットカードなんじゃないかなっていう。なるほど。うん。一応このキットがよく使う予告状のこのカードに、うん、はい、沿ってはいるんですか？沿ってはいるんですけど、なんかこう色合いとか文面とか、うん、ちょっとなんかキットっぽくないっていうか、はいはい。あ、他社が、キットを装って出してる、うん。まあ言ったら挑戦に値するなっていうので、うん、キットが、ああ、そう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 。乗ってきたというか。乗ってきた。なんかその可能性もあるかなっていう。うん、なんかね、このシーンがね。この予告状に関して言うと、うん、キットらしくない。なんか違えんじゃねえかなっていう感じがしていて、うん、その昔のその歴史ある刀を、奪うから、そうしてんのか分かんないんですけど、まずこの深夜0時っていうところ引っかかるんですよ。旧式漢字にしてたりとか、はい、それっぽくしてるというか、うん、うん、なんか、なんだろうね。キットっぽくない感じはちょっとしましたね。日本由来の宝だからこそこういう風にしてるって言われたら、まあ分からなくはないけど。うん。分からなくはないけど、なんか変な感じっていう感じがするんですよ。うん。うん、まあそれがまず一個思ったところで。はい。で、このシーンね。はい。これ。コナン君のシーン。はい。心おじさんが、まず心おじさんがちゃんと出るというところね。これすごく重要です。はい、お好きですよね。はいはい。僕の大好きな心おじさんがちゃんと出るというところ。はい。で、このシーン、はい、ぶっちゃけ予告編の中でみんなそんなに注目してないシーンだと思うんですけど、僕一個気づいたことがあります。なんか気づきません？え？そんなに重要じゃないかもしれないですけど、僕はもうそこに目が行ってしまったんですが、テレビの画面に、これ、その子ちゃん映ってるんですね。まあ明らかにいつもの何て言うんですか、カチューシャというか。はい。髪を束ねるバンドというか、をされてる女性ですよね。そう。で、まあ、いつもその姿してるのはやっぱり鈴木園子。これ園子ちゃんです、絶対に。うん、で、その手前ね、はい、心おじさんのテーブルの前、パソコン置いたんですよ。置いてますね。ね。板みたいなやつですね。はい、パソコンありの前の画面に園子ちゃん映りのです、はい。まず1個確定しました。これ、リモートで会話してます。鈴木園子、今回、函館には行きません。なるほど。はい。これはもう確定だと思います。園子ちゃんパワーは今回使いません。まあ、大掛けが出ますんで。まあ、そうですよね。はい。大罰として。このシーンは、意外と、そこがちゃんと、表されてるんじゃないかなと。はい。今回は鈴木財閥はちょっと引きますよと。はい。うん。多分、東京からこれリモートで話してるでしょうね、これね。もうこれ多分ホテルですよね。ね、まあ多分そうだと思いますね、うん。ホテルの一室。だと思いますけどね。うん。多分そこで、まあだからそのホテルを予約してくれたのが園子ちゃんなのかな。鈴木財閥所有のホテルっていう可能性はあると、うん。そこのホテルはこうでこうでね、料理が美味しいわよ、みたいな話をしてるところで、何かこう、何かあったと。で、コナン君が、あみたいな、シーンじゃないかなと。次行きましょう。はい。まあこれは前回の予告編でも、はい。そういうシーンがありましたが、より、細かく、出てきたシーンですね。キッドが刀を盗んで、それを、服部くんが、追いかけるというシーンになってますけども、これもね、まぁ、ちょっと気になったところがいくつかございまして、まず、単純に気になったんですけど、この、平次くんがバイクでボーン、うん、ね、バイクでボーンの、この建物。北海道に詳しい方、これどこですかまずね、はい、場所ね。教えてください、うん。はい。情報をお待ちしております。多分あるでしょう。いわゆるその、実在してる場所なのか。うん。オリジナルか。オリジナルなのか。でもなんか、実在してるんじゃないですかね。ここにも建物の、なんかね、外壁の感じとか、出てますね。ちょっと印象的ではありますよね。うん、そう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 。外壁もその2種類あって、まあ、天井部分とちょっと違う。レンガ作りで。はいはい。こっちはステンドグラスがありますから、ね。そう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 。だから、オリジナルだったとしても多分モデルになってるところは絶対あると思うんですよ。ね、はい。だからなんか詳しい方いたらちょっと教えてほしいなっていう感じなんですけど。でね、俺ちょっとこの、服部くんの、シーン。これ前回は流れなかった、シーンなんですけども、帽子をね、はい、こう、被り直すみたいなシーンがあるんだけど、はい、平次くんって帽子をね、はい、こう、
被り直す瞬間って、こうちょっとこう決めるときの合図なんですよ。ああ、気合入ってるというか。そうそう。ちょっと今までのおちゃらけパートとは違うよみたいな。そう。だからサトシがポケモンゲットするときに帽子後ろに回すじゃないですか。はい、あの感じなんですよ。やっぱ古いよね。そうだね。まあ同世代だからね。で、この後に多分こっちが来るんだと思うんですよ。はい。なんかこう、分かったで、みたいな。うん。やつの動きがって言って、多分ここをね、バーンと追い詰めるっていうシーンになるんじゃないかなと思うんですけども。で、あのこう、バイクをもう乗り捨ててね。はい。うん。で、乗り捨てた時にはもう刀持ってんですよ。はい。うん。で、これがだから、この対象となる、キッドが持ってる一本、うん、で、ハットリが持ってる一本、うん、この二つがいわゆるその朝鮮予告状に送られてきてた脇差し二本に相当するのかってことだよね。ただね、そのまあ何回も言うけど、そのこの後のシーンでその刀が二本出るんですよ。はい、刀の鐔の部分がねやっぱ違うんですよ。うん。うん、だからなんか違う方なんじゃないかなって思ってんだよね。まあ、次のシーンですね。まあこの、キッド君のシーンは前回もありましたね。前回もあったんですけど、これものすごく不思議なシーンで、刀を持ってね、この刀に一体何があるって言うんだっていうセリフが入るじゃないですか。そのキッドの後ろがね、もうなんか穴だらけなんですよ。で、そこから光が漏れてるみたいな。で、なんか穴だらけだなと思ってたら、その穴のアップのシーンみたいな。いわゆるこの形、その涙みたいなね、うん、形としては、うん、いわゆる剣が刺さってたような。うん、まあそんな感じだよね。見えるよね。うん、で、しかも血がついてるんですよ、周りには。はい、で、このなんかこの穴だらけのこの壁、はい、これ結構重要になるんじゃないですかね。映画的には。だって前回の予告でも今回の予告でも出してますから、はい、なんか重要になる、シーンなのかなっていう感じがするんですけど、全くわかんないですね、これに関しては。はい、うん、で、ここで刀が出てくるんですよ。はい、刀の絵がね。これ、見てください、皆さん。全然違うんですよ。そうですね。うん。土方歳三が、うん。あ、津田さんだなんて言ってた時に持ってた、うん、刀のデザインとは明らかに違う。明らかに違う。で、さっき、その二人が持ってた刀とも違うんですよ。違う。で、うん、まあ、家紋ですよね。家紋があり、うん、それぞれ色が違う、うん。で、この上の部分が欠けている。そう。で、こっちのキットが持ってるのはこの刀なんですよ。はい。いわゆる、この赤い方ですよね。そう、赤い方なんですよ。だからね、何が何だか。で、刀だけですげえ出てきてるんですよ、これ。そう。うん、ほんとね、よくわかんない。で、ちなみにこのまま進めていくんですけど、はい、もう一本刀出てくるんですよ。はい、皆さん気づいたかどうかわからないですけど、まあ、このまま説明続けますけど、はい、で、このね、畳の上に、この、星型の、はい、血ですよね、これは多分。そうですね。血の膜。これはもしかしたら犯人の、あれかもしれないですね。なんていうんですか。メッセージ的な。メッセージ的な。まあ、よくあると思いますけど。はい、うん。なんか、あれですね。異次元のスナイパーみたいですね、これ見ると。うん、うん、で。しかも日系人が出てくるということで、まさかのケビン・ヨシの再登場かっていうね。いやいや怖いけどね、そうなったら。ね、そんな感じがしておりますけど。ちょっとこれはまた、もうちょっとね、詳しい情報がね、わかんないかもしれないですね。でもやっぱこの星型っていうのは今回やっぱキーになるんでしょうね。はい。うん。ちょっとお酒を飲ませていただいて。お酒のせいであんまり回ってないとかじゃないの、頭。そうじゃないよ。うん。はい。次行こうか。はい。で、次のシーンですよ。はい。なんかこう、なんていうんですか、これ。あの、相撲の土俵の上に、ある。あー。あれみたいな。はいはいはい。なんかそんなイメージですよね。まあなんかちょっと古い日本の、建物になるんですかね。建物だと思いますよ、これは。潰されてるわけじゃなくて建物。うん。で、なんか狐のね、人形が置いてあるんですよ。はい、右横に。で、これね、この建物が映るシーン、めっちゃ暗いんですよ。だから夜行ってんのか、もしかしたら祠とかの中にあるようなものかもしれない。ただ一個言えるのは、このマーク、さっきの刀と同じ家紋なんですよ。いわゆる家紋ね。うん。だから、
ここになんかまつわるその刀なんだよね、さっきの日本っていうのがね。うん。で、なんかその、わかんないですよ。祠をなんかこう管理してんだかなんだか知らないけど、なんか、オリジナルキャラクターが。はい、オリキャラ来た理由ね。出てきました。俺最初出てきた時、これあの、ジーコウノスケかなって一瞬思ったんだけど、あ、違うなと思って、なんか全然違うおっさんだと思ってね。この人が、まあ、どういう役割をするのか、っていう感じなんだけど、はい、ちょっとここに関しては本当にもう予想がつかないですね。うん。ほんで次ね、はい。これあの、さっきのその、祠みたいな。明らかにこの、さっきの後ろからこう見てるシーンですよね。そう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 。で、鳥居みたいなのがあるんですよ、ここに。うん。鳥居あるよね。はい。うん。追い詰めてますよね、平次くんが。カイトキッドで、僕がなんで祠って思ったかっていうと、この鳥居の上に、はい、あの、岩が来てるんですよ。はい。うん。だから、なんかこう、暗いのは夜だからとかじゃなくて、うん、なんか洞窟の中にある、はい、その、なんか、建物みたいな。はいはいはい。多分ですけど、このキッドの後ろに、あるんですよ、これ。先ほどのね。で、これ狐でしょ？狐です。だからさっきの建物でしょ？だからその横ですよね。ってことはもうこれ完全に洞窟の中なんですよ。うん、洞窟の中に多分なんかあるんでしょうね。で、このあのキットは何かを踏むんですよ。バーンって。これ多分閃光弾だと思うんですけど。で、このシーンがどの位置に来るかわかんないですけど、何かを盗むシーンだと思うんですよね。キットはこう手をこうやってやってるんでちょっと見えないんですけど、何かを盗んだ後のシーンかもしれないですね。この閃光弾で逃げるんでしょうね、きっとね。それでこれですよ。はい。もう今回一番ね、えぇ！ってなったシーンね。誰ですよ。まあそのストーリーのね、発表があった時に、はい、謎の剣士みたいなワードがあったじゃないですか。まあこいつのことかもしれないですね。うん。うん、想像してたより僕はいいなって思いましたね。うん、うん。狐の面をかぶってるんですよね。はい。黒いね。でさっきの祠の、建物の前にあったのももちろん狐で。ええー、ああ、そっか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 。狐っていうのはなんかあるのかもしれないですね。で、僕ちょっと気になったのは、これ、この刀の構え完全にガトツゼロ式ですよね。ああ、ガトツゼロスタイルね。はい。あれだって斎藤はじめでしょ？斎藤はじめです。新選組じゃん。新選組ですね。うん。いや、俺ちょっと笑い抜きで、なんかちょっと被るものあんなってちょっと思ったんですよ。うん、俺、このシーン、なんか、ガトツゼロスタイルじゃん、みたいな感じで、俺も思ったよ、うん。思ったけど、意外と合ってんじゃねえかなと思ってて、だって、同じ新選組なんですよ。はい。土方歳三と。はい。こいつ、新選組の末裔とかどう？こいつだけね、刀のこの唾の柄も全然違うんですよ。はい。うん。多分こいつは悪者なんですよ、絶対。あ、悪者だ、悪者か。うん。悪者でしょ、こんな狐の面被ってんだから。逆に剣守ってるっていう立場はない。新選組の宝だという。なるほどね。なるほど、なるほど。守ってる立場。そう。だから、それを狙ってる奴らを殺しちゃってる。あ、なるほど。この、やられてる奴らは、はい、宝を奪いに来てるかもしれないと。そう。あ、なるほどね。あ、それはあるね。俺はそっちなんじゃないかなっていう。めっちゃええやん。でも、どっちかっていうと、まあ、悪者に見えなくはないよね。黒も狐の面だから。いや、でも今俺すげえちょっといいやと思ったな。いいやと思っちゃった。うん。だから悪者だよっていうミスリードにして、はい、本当は刀を守ってたみたいな。うん。うん。感じはあるね。だから斎藤はじめのこの剣のスタイルを取ってるんであれば、うん、新選組の宝としてあの2本の刀が大事っていう考え。なるほどね。もうめっちゃええやん。いやいやめっちゃええやんって言われても、まあでも一応
今、鬼面のね、うん、考えとしては、まあでもその、なんていうの、予告の中で流れるこのシーンって、まあ、悪者だよっていう、うん、匂わせのシーンじゃないですか。ではあります。でも、それ考えたら確かにそうかもね。こいつが守ってるみたいな。うん。うん、確かに、あの、ストーリーの説明の中に、謎の剣士は悪者だっていう風には書かれてないんですよ。なんか、キッドのその行く先々で、現れるみたいな、うん。なんかそういう書き方でしたよね。うん、つまり、キッドも刀を盗もうとしている。うん、こいつらからしたら、キッドは敵になるわけだ。うん、でも、言ったら、キッドは別に、泥棒ですから。はい。言ったら悪ですから。はい。いいもんかもしれないという。はい。そういう予想だと。俺はちょっとそっちなんじゃないかと。あー、いいですね。ちょっとお酒飲まして。いやいや。なるほどね。それで飲む酒はうまいのかい？本当に。うまいわ。うまいかい？うん。よかったよ。あー、なるほど、なるほど。これは確かに一理ありますね。うん。うん。いや、これ当たるかもしれないな。でも確かに守ってるっていうワードを聞いた瞬間に、この服装の意味がわかるわ。うん。なんか、服装はいいもんなんだよ。そうなんだ。これなんだろうね、この兵隊さんみたいなさ。これ刀で見切れてるけど、帽子のところさ、これ、このマークついてるよね。うん。これさ、星じゃない？そう。俺もそれありえるんじゃね？と思って。これ星だよね。これ。このマーク。これ絶対欲しいでしょ。あ、これちょっとムンさん当てるんじゃない？いいもん説。刀守ってる説。やばい。先越されたかも。いや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 。あ、でも、あるかもね。ちょっと鳥肌立ったわ。あるかもしんないね。この C の後に、こっち来るんですよ。はい。だから、こいつが、こうしたみたいに匂わせて、うん、このシーンは全然違うみたいな。可能性がね、あると思うんだよ。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。いや、そうだとしたらミスリードだね、完全にね。俺がミスリードされたわ。だって、わざわざそれの後にやってるって、うん、もうこの人がやってますよ、みたいな風に見せる必要あるかね。なるほど。なるほど、なるほど。そんな素直かね。うん、なるほど、なるほど。いい、いい、言ってやれ、言ってやれよ。言ってやれよ。親も豪奢甘くないよ。おーおー、言ってやれ言ってやれ、小学館に行ってやれよ。ちょっとで、ね、甘い。そんぐらいしとけ。もうだんだんうざくなってきてるから。絶対怒られる。でもわかる、確かに。言ってることはわかる。いや、いい予想だと思うよ。うん。わー、なんかちょっと嬉しいな。コナンを好きになってくれてる。嬉しい嬉しい。いやー、気持ちいいね、なんかこの感じ。おう、ちょっと2本目、3本目か、開けようかな。カメラをさ、ちょっとカメラ持っといてくれる？ああ、いいよ。もう、なんなのよ。仕事させるなぁ、もう。そう、だから今回の予告って、その、なんか事件が起きてどうのこうのっていうよりも、そのキットが盗んでどうのこうのっていうのがメインじゃないですか。はい。だからその、こいつ悪者なんじゃねえかなとか、こういう事件になるんじゃねえかなみたいな予想を立てる要素がもうこれしかないんですよ、はい。だからみんなこれを悪者だと思ってしまうっていうミスリードってことですよね。ミスリードじゃないかなと。いや、俺これ当たると思う。いや、俺すごいと思う、ムーさんこれ。本当に？うん。俺これ当たると思うよ。まあ、そうだと思うわ。なんか言われてすごいしっくりくるもん。うん。いや、これちょっと皆さん、コメントください。これ、めちゃくちゃいいと思う。チャンネル開設して1年で一番いいコメントだったかもしれない。うん。俺、そんなに役立ってないから。で、次にね、来るのが、このキットのね、雨に濡れて、こう、うつむいてるシーン。なんですよ、はい。これはね、多分その、この予告編でも、その、クロバは統一の話は出ないんですよ。うん、で、親父とかなんかそういう話も出ないんで、出ないんだけど、まあ、ねえ、カイト君がこういう感じになるってことは、まあ多分父親の何かと関係があるんじゃないかなっていうシーンなんだよね。で、このシーンの後に、このシーンが来るんですよ。このパトカーにね、うん、追い詰められた車。車、はい。なんかいい車ですよね、いい、この紫のね、うん。なんかこう、オープンカーですか、これ多分。これ多分オープンカーですよね。2名いますよね。うん。で、2人乗ってんですよ。うん。
こんだけのパトカー来てますから、多分、まあ犯人とかなんかそういう系ですよね。はい、でこのシーンの後にこのシーンが来るんで、なんだこのつながりはって感じなんですよ。でもこのシーンでは雨が降っています。こっちではまあ晴れてますので、はい、まあ全く別のシーンだと思うんでね。はい、ここは単純に次繋がっただけで、全然別のシーンだとは思うんですけど、ちょっとどういう、ね、あの話でこう、キット君がこういう表情になるのか、のはわからないし、この車は何なのかっていう。うん。で、これが現代なのか過去なのかっていう話もありますしね。はい、ちょっとわからないですけども。次行きましょう。はい、